こんににちは、久保ですいや今日もお世話になりましたあ深夜になりましてねこうやってやっと変身動画を撮ることができるようになりましたけども、まあ、日中はあれからね大和くんと奥さんとうちの、ね、母と家ち帰ってあの親父がね、まあ、家にいて今接触ができなくなってるんですよあのほとんどの方とね。というのが手術をするきにす 一応 PCR 検査するそうなんですけどもそこで陽性が出たら手術は中止になるんでまああの私たち家族は積極的に誰かと関わるような,なんか生活スタイル取ってないんでそこは大丈夫だと思いますけどもでもやっぱり手術が流れるとねせっかくの決断がちょっと不意になっちゃうんでそれから頂いた千羽鶴これも本当にあの今回ね心強いということでございます。本当ありがとうございました そして山本君にも、またね、お菓子とかいただいちゃって、なんかいただいてばっかりですね、うちはね。ということでね、あの、寒い日組がまだ続きますけども、これからも、高森さんでお会いできることを本当楽しみにしております。まあ本当、感謝感謝でございます。ありがとうございます。それでは、また次の土曜日にお会いしましょう。お元気で。